アレクサンドル一世は、15世紀のモルダビア皇を、全領公と称される、モルダビア公ロマン一世の子。1400年、ワラキア公国のミルチャ老公の支援を受け、モルダビア公に即位した。アレクサンドルの娘は、ミルチャの息子である、ブラド二世のもとに嫁いだ。吸血鬼、ドラキュラのモデルとして、有名なブラド・チェペシュは、彼の外孫にあたる。1401年、 コンスタンティノープル総主教の許可を受け、首都スチャバに不主教座を設置することに成功した。旧宗主国、ハンガリー王国のジギスムントがモルダビアに対する総主権を復活させようと図る状況下、北方の強国、ポーランド王国と友好を保つことが自国を利すると、アレクサンドルは考え、ポーランド、リトアニア連合軍とドイツ騎士団との戦いには、 援軍として参戦した。1412年、ハンガリーとポーランドが接近し、ハンガリーのタイオスマン戦に、モルダビアが協力しない場合には、モルダビアを両国で占領、分割する、胸のルブリン条約を締結したが、アレクサンドルの戦意は強く、これを阻止した。1432年1月1日、アレクサンドルは死去し、息子のイリアシュ一世が後を継いだ。 30年余りの治世中、安定的な統治を行ったアレクサンドルの死後、彼の息子や孫たちによる行為争奪戦が激化する。貴族の派閥対立に加え外国勢力の介入も招いて行為は頻繁に入れ替わり、広告は四半世紀の間不安定化することとなる。ありがとうございます。